カーラ・ボノフはアメリカ合衆国出身の女性シンガーソングライター、ミュージシャン。アメリカ西海岸を代表するシンガーソングライターでアルバム、ささやく夜のヒットなどが知られる。来日も数多く往年のアーティストらとデュオも展開している。1951年南カリフォルニア州においてユダヤ系の両親の間に生まれる。幼少の頃よりピアノ習い。 音楽と関わるようになる。ギターにも興味を持ち、1950年代の代表的フォークグループ、ウィバーズのメンバーだったフランク・ハミルトンに支持して腕を磨く。プロ活動開始名優、ケニー・エドワーズ・ブリンドル結成リンダ・ロンシュタット1970年代中期、この頃にはトップシンガーの地位を確立していたリンダ・ロンシュタットは、エドワーズの仲ドで、 カーララキューブリンドルメンバーと進行深め、バックアッパーとして起用。1976年のアルバム、ヘイソン、ダウンザ・ウィンドの収録曲に、カーラ提供の楽曲、ルーズ・アゲーン、サム・ワン・ツー・レイ、ダウン・ビサイド・メ、イフ・ヒーズ・エヴァ・ニアの3曲を採用する。これで知名度を上げたカーラは、メインストリーム浮上のきっかけとなり、コロンビアレコードと契約。 ソロアルバム期2007年頃のホト1991年、フルスのフォークロックバンド、ブリンドルをオリジナルメンバーで再結成する。かつて、リリースが幻に終わったアルバムの制作を再開し、新読したセルフタイトルのファーストアルバム、ブリンドルを1995年に発表。2002年にも同名義のセカンドアルバム、ハウス・オブ・サイレンスをリリースしている。ソロでは、 2007年にオフィシャルのライブアルバムをリリース。2010年に名優のエドワーズ。翌2011年には同僚のアンドリュー・ゴールドをなくすものの、2010年代以降も旧友たちと共演するなど、精力的に音楽活動を続けている。2018年、音楽活動50周年を迎える。この年、究曲の再録バージョン、新曲。 カバー曲を収録した11年ぶりの作品、オリジナルとしては30年ぶりのフィーフスアルバム、キャリーメホームをリリース。翌2019年には、アルバムに伴う来日公演を開催した。2000年代後半以降は、ビルボードライブの協力で、来日公演を、たびたび開催している。スタジオアルバムライブアルバムコンピレーション。ありがとうございます。